基本的に動かしてね、殴ってる時に発経が。でもそうではなくて、体の全身に常に発経力があるという説明します。この刀の前側を攻撃側、後ろ側を防御側とします。押していく、引いていく、押していく、引いていく、押していく、引いていく、ずっと押しながら引いていく、杖でやっていく、こうしてこのようにします。でもこれをもうほんと動かない状態で、もらいながら返す、押されていく、自分がやられながら返す感じがいいですよ。吐きて一歩一歩、次はその手のやつとあの足のやつを合わせてやっていきます。スーパーマンパンチのような形ですね。こういう形、さっき言った足と手を両方、それをこの時に手を持ってもらって、形はこういう形。これはさっきの足と手が両方やってるんですね。これはね、あの見てるとね全然わからないんですけど、本人は結構あのすごくそう、足が肩幅に開いているような状態の場合っていうのは、中央にして殴るっていうのは必要なくて、肩にまっすぐでいいんですね。その方がリーチがあるんです。そこで肩にまっすぐでいいです。それがリーチも伸ばすし威力もあります。では中心線にやる場合はどういうことかっていうと、この重心移動によって相手を攻撃するような場合っていうのは、この時にこのような肩になっていたりすると、この中心が守れてないです。そのため重心移動の時は中心線で、中心線で打っていく。連打の考え方としては、ここで連打をすることによって引きができるんですね。こういう感じのイメージでやっていく、ずっとやっていくことによって、実は一撃必殺をつけていくんですね。これがずっと連打していくけれども、それが一撃必殺の力、一撃必殺。僕はこのように中心線でいってると、このように一直線なので、足が一直線なので支えが欲しいですね。だからこういう風になると支えがあんまりないんで、こういうちょっと下ですね、脇に支え、こう支えるかこう支えるか、つまりこのように支えるかこのように支えるか、伝統的なのか。ありがとうございます。